春ワッサーを使った頭すっきりコースを行います。春ワッサーっていうのはアルコール分が 66% でしたかね。ちょっとあの業界でナンバーワンの刺激があるという爽快感のあるマッサージローションですね。で、あの唐辛子チンキとヒノキチオールとハッカ油、まあメントールですね、入ってます。頭皮の健康にもいいですし、スッキリ感があるっていうことでもいいですね。春ワッサーを使った頭スッキリコースはプラス500円で20分2500円から行っております。リラクヤでも1980円で売っております。はい、ではあのちょっと目元に入らないようにですね、あの、はい、ちょっと念のため、はい、ちょっと髪の毛をまとめさせていただいて、はい、ではつけていきますね。頭に怪我とかないですかね。大丈夫です。はい、おもう結構すごい、ね、なんか、はい、女性だとあんまりとあの、ね、こういうトニックみたいなものって使わないですもんね。うん、以前ハーブクワを使ったね、あの、はい、頭すきりコースうちでやらせていただきましたけども、全くちょっとね感じが違いますよね。あ、でも乾燥して痒かったんで気持ちいいです、はい、あ、はいはい、そうですね、乾燥に、なって老けが痒みとかってこともあるので、うん、うん、なんか毎日洗ってんのに痒いみたいな、はい、あ、もちょっとこうストレスとかで、うん、まあ、皮脂バランスが悪くなってたのかもしれないですね、うん、血行促進もねしますので、あの頭皮、うん、まあ、清潔にもなりますし、健やかになりますね。へ、痛みとかが出なければ多少そういうちょっと最近痒くてとかっていう状態でも使えますので、はい、なんかドライシャンプーみたいな役目になるんですかね。そうですね、ちょっとヘッドスパ的なね、うん、はい、少しうつむいてください。ハッカの匂いがすごいですね。そうですね、メントールの香りスースー感が、はい、すごいありますね。大丈夫ですかね、流れてきてる感じとかないですか。はい、はい、座っていただいた状態でとりあえずまんべんなくつけていって、その後またあの寝ていただいて行いますね。大丈夫ですか。はい、もう硬いんで結構音が音がよく鳴ってますね。通りつけましたので、はい、これで、うん、あの今度寝ていただいて行います。はい。はい、
とでこの方ですね、どうですか？やばい、気持ちいいですこれ。そうですね、疲れた、あのやっぱり目の疲れとか頭の疲れある方には結構清涼感もありますので、うん、結構気持ちよく感じられるかと思いますね。はい、これめっちゃ気に入りました。あ、よかったです。そうでした。割とね、女性も興味持たれたりとか、うん、どっちかって言ってね、やっぱこうスッキリ系のねヘアトニックって男性のものって感じなんですけど、うん、女性もやると気に入ったって言って買ってくださる方もね、うん、いるぐらい、うん、なんかちょっとやる前は痛いのかなっていうイメージ。はい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 、ちょっとなんかそういうシャンプー痛かったりするじゃないですか。はい、あ、はい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 、確かに確かに、でも全然染みないし、うんうんうん、はい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 、ですね、痛みはねないかった、良かったです、うん、こうちょっと頭皮を引っ張ったりとかすると血行が良くなって、うん、はい、頭のね痛みも収まったりしますので、うん、そもそもこう唐辛子チェンキとかに割とこう血行促進ができる成分ありますので、それで痛みがね和らいぐっていう感じもあります、うん、緊張性頭痛ですとね、あの頭の、ね、血流が悪くなっていて、頭皮が硬くなっていて頭痛がしちゃうってことになってますので、そういう方には向いてますね。ちょっとね、側頭筋なんかもね硬いですので、でこうやっぱ髪もねツヤが出ますので、あの頭皮のね油がちゃんと出るようになりますとね、あとこのハールワッサーの特徴としては乾きにくくて引きつれにくいっていうのがあって、うんうん、すぐ乾いてしまうとこうマッサージ効果が薄くなってしまって、こうちょっと引っかかってしまって引きつれるとか痛いってことがあるんですけど、うん、それが起こりにくいって感じですね。辛くないですか？はいはい、すごい静かになりましたね。いや、爽快です。爽快ですよね、はい、結構爽快感が強いので夏向けのメニューではあるんですけど、うん、でもまあ、 あのお好きな方だったらね、あの、まあ、お部屋は暖かくしてますし、うん、そんなにね不快感はないですよね、冷えてもね、うん、
球が深くなってますね眠くなってきたというかリラックスされてますね、はい、この頭を振るっていう本家のね PV ではこういう感じであるんですけど、どうですかやられて。あ、気持ちいいですね。気持ちいい。なんかバカが治りそう。意外にもねこの、はい、お客様は嫌がりませんっていう。いやもう普段暴走してるからなんかいいですね。いい刺激、ね、いい刺激になってくれるという。はいバカが治りそうっていうバカではないですよねきっと、はい、なんか ボケもなんかあでもねシャキッとしそうですよね。ですよね、はい、なんか朝これで起こされたいなあでもそうですよねすっきり起きれそうですもんね、はい、でまあつぼ押しもしていきますね。いかがですか。ちょっときついですか。痛い痛いですね。肩へかっとちょっとね痛いんですね。このぐらいでいかがでしょうか。あ、はい、はい、ちょっとあれですね、この側頭筋の、なんていうか、ちょっとガタガタした感じあったんですけど、収まってますね。鼻の通りがね、良くなりますよね。メントールがね、ありますのでスースー、うん、スースーして喉飴、なんか大量食いしたようなはいはい、そうですね同じ成分ですからねはい、でですね、ちょっと後頭とかをしていきますね。いかがでしょうか。痛い痛いちょっと力抜いていただいて、これぐらいでいかがでしょうか。まだちょっと今度ちょっと痛い。ちょっとね、だいぶ目がお疲れなんですね。あ、目なんですか。ここ目とか鼻とかなんですけど、多分目がすごい疲れてらっしゃる。痛っ、ガチガチですねうん、頭周りは自分でも硬いのがよくわかります。前も言ってましたもんね、シャンプーしてもらった時に硬いよって言われたってことで、はい、ちょっとこのぐらいだとちょっと慣れてきて気持ちいいんじゃないですか。はい、はい、痛い。そうですね。ちょっとやっぱりね、緊張しやすいというか、力入っちゃってます。ここ少し緩みます。これでどうでしょうか。あ、痛くないです。はい。